あれ、ここはどこ？昨日、バーに行ってからの記憶がない。わ。大災厄、この日から世界は一変したわ。多くの人が何もわからず死んでいく中、あなたが死ぬまでの物語ね。大災厄の日、あなたは何をしていたのかしら。シナリオ、火事、泥水、感染症、風邪、意欲低下の状況で開始。職業、開始時の所持品で今回はタオルと石鹸のみ。生い立ち、開始時のスキル、特性で今回は調理スキルと熟練。なんだか具合も悪いし、お風呂に入ろうとしてたのはわかるわ。ここどこ？動物園。お風呂に入ろうとして動物園にいるなんてことある？街があんなことになって焼け酒したんだっけ。なんで動物園にいるのかはわからないけど、とにかくこんな死に方ごめんだわ。私は割とポジティブなのよ。着るものと薬を探さないと。火事になってるけどどうにもできないわ。ひどい気分、吐いちゃったし。薬だわ、抗生物質。あとは着るものを探して横になりたいわ。今では医者もゾンビに転職ね。ここはレストラン。何か食べ物があれば。薬と栄養、それに睡眠。まずは風邪を治さなきゃね。もぐもぐ。幸か不幸か、ここは安全だわ。火事だけどもうここで寝るわ。暖も取れて一石二鳥で。水を汲み、煮沸する。これで飲み水には困らないわ。体調が回復するまでは、薬を飲んで寝よう。おはよう。水はできたかな？成功ね。ちゃんと飲料水が作れる火力だわ。ごくごく。入り口に奴らがいるわね。生き物の匂いを嗅ぎつけたのかしら。入り口も窓も強化ガラス製よ。残念だったわね。今は水を作るだけで精一杯ね。おやすみなさい。キャッ。どうして入り口が開いてる。ゾンビには開けられないはず。誰かが、開けた。落ち着くのよ、私。ここには侵入できないし、食べ物も水もあるわ。閉じ込められたし、寝る。おはよう、少し体調が回復したわ。体が少し軽い。風邪が治って元気が出たのね。でも感染症がひどいから無理はできないわ。扉の前のゾンビはどこかに行ったわね。今のうちに開いてしまった入り口を閉じてバットを回収するわ。夜の暗さでお互いに視認しつらいから、動くなら今ね。ゾンビたちは音を聞いて動物の檻の方へ行ったみたい。レストランには火がなかったから寒いわ。さすがに
に売店の火も消えたので、水を沸かすには改めて火が必要になってしまった。まだ調子は良くないけど、侵入したゾンビを何とかしないと。中庭から探索しようかな。見つけた。自分から檻に入ってくれるのはありがたいわね。封印しておこう。あれはゾンビの死体ね。この表現は正しいのかしら。動物にやられたみたい。何か良いもの持ってるといいけど。お財布、これで自販機が使えるわね。お菓子の自販機がまだ使える。あとは飲み水の確保ね。ゾンビが侵入して振り出しに戻った気分だったけど、一歩ずつ進んでるわ。また体調が悪くなってきたから寝るわ。おやすみなさい。今は暗いから夜ね。喉が渇いたけど火がないのよね。そうだ、入り口の自販機は飲み物が買えるかもしれない。ちょうど暗いし、入り口のゾンビもいない。やったわ、これ飲み物の自販機だった。全部買って園内に運ぶわ。ごくごく、くはっ。もぐ、もぐ、もぐ、もぐ。はあ、感染症が治るまでは寝るしかないわね。完全復活。食べて寝るだけの生活、ちょっと太った。体調は万全。朝食をとったら行動開始ね。ごくごく、くはっ。入り口のゾンビを一体ずつ片付けられるかしら。子供を殴るなんてマジゾンビだけど気分は良くない。入り口を利用すれば一人ずつ相手にできるわね。ゾンビはもともと死んでるから何度でも起き上がってくる。そうなると潰すしか、やってることが違法ね。法律が機能してればだけど。裸にエプロンだから寒いけど、ゾンビが着ていた服は嫌。動物園の真上は民家だったわ。その右隣がガソリンスタンドね。寄ってくるゾンビは足場が悪い場所に引き込んで殴るわ。古事記にもそう書かれている先人の知恵ってやつ。給油機にお金が入れっぱなしね。持ち主にはもう必要ないから私がもらっていくわ。ガソリンスタンドの隣は衣料品店。やっとまともな服が着れそうね。ここでは裁縫スキルを5まで鍛えて、いくつかのレシピ本も読めたわ。改めてマップを確認。ここはプレスコットとピーターシャムという2つの町がくっついてできている。プレスコットの町をさらに探索。拾った金属バットが強いわね。服や靴、バックパックも手に入って着衣も充実。衣類が破けても裁縫スキルで補修もできるのよ。プラスチックゴーレムを見かけたわ。近くに魔法施設があるはず。動物園からここまで来たのね。魔法の塔が近くにあったわ。ゴーレムの出所はここね。この機会に魔法を覚えてみようかしら。
そのためにはプラスチックゴーレムをどうにかしなきゃね。うん、無理。ダッシュで撤退よ。数が多すぎる。一体ずつ相手できる作戦を考えるわ。お上品にする必要はないわね。壁を破壊して、それから。名付けて、プラスチックゴーレムは森にお帰り作戦よ。プラスチックだから不法投棄になるのかな。今だけは、私がペーパードライバーってことは忘れましょう。気を取り直して、突撃。やった、壁を破壊できたわ。あとはゴーレムたちを遠くへ置きに行きましょう。まだ少し残っているけど、車両を利用して倒せるかも。ペットボトルを潰すイメージね。かったーい。本当にこれプラスチックなの？これはゾンビもかじれないわね。やっとメシャってなったわね。あら、まだ残っていたのね。車の残骸へ誘導して。血の、終えて棒で叩く。やることは一緒よ。キャッ。でかいし、可愛くないのよね。プラスチックゴーレム。どっか行った。今のうちに上の階へ。ここにいた。